こんにちは、伊藤桃です。やばい、なんか固まっちゃった。すいません。桃から生まれた桃です。今日は毎日メイクを久々に紹介していきたいと思います。はい、それでは、毎日メイク夏のやっていくんですけど、男女でムカついた話を募集したんですよ。いやー、やっぱみんなムカついてるんだね、結構。まあ恋バナとか、なんか悪口大会をしながら、メイクをしていきます。はい、ではまず、まあカラコンをつけていきます。カラコンは、ミークレールのわがままピンクですね。黒髪にしたので、カラコンはブラウンってよりかは、ピンクとかの方が合うかなと思って、つけたら、昨日撮影の時マジバッチリでした。はい、カラコンつけました。かわいい。じゃあ、まあ夏なんで、アネッサ、日焼け止めの下地を塗っていきます。アネッサパーフェクト UV マイルドミルク顔体用ですね。これをなんかこれトーンアップするんですよ。紫の色でパープルは結構なんか透明感出たりとかトーンアップにすごくいいので、これを最初に夏はつけてます。ではもう早速いきますね。いいね欄女だらけ、いいね欄女だらけ、マジでやだ。女ってさ、なんか好きな人のいいねとか見るじゃん。でもね、ツイッター X がさ、見れなくなったじゃん、いいね。はい、あれマジで良くないよ。見せろよって思う。インスタとかも、美女、インスタグラマーが流れてくるじゃん。それに、いいねしてたら好きな人が、うん、あー、そっち系ねって思うもん。なんかもうね、これ見ちゃダメだと思う、でも。でも見ちゃうじゃん。なんか私元からに言ったことがあるんだけど、なんか、付き合ってる時に女の子をいいねしたのね。友達の可愛い子がいるんだけど。で、何をいいと思っていいねしたのみたいな。どういうところがいいと思ったのみたいな。なんか感想を聞かせてほしいみたいな。でもさ、私のこの投稿いいねしてなくないみたいな。これはいいと思ってないんだみたいなことを言ったことがありますね。いや、ファンデーションはてるてるさんですね。これ17って書いてるけど、色どんぐらいだろう。ちょっと明るいぐらい。で、これも SPF40 入ってるので、日焼け止め効果も入ってるけど、なんかあんまりね、ないと思う。元彼が戻りたいって連絡してきたと思ったら、ホストになっていた。おー。出会い系とかで出会うじゃん、Tinder とかで。で、会ったらホストだったみたいな。で、結局女の子がハマっちゃって、みたいなのとかあるんだけど、それをさ、何元カノにもするの、ホストって。ホストって何なの？うざー、やだやだやだ。なんか男っていつまでも自分のことを好きって思ってるみたいな、なんかあれって何なの。なんか女の子って多分それ思わないんだけど、私は思わないの別に。ではコンシーラー、てるてるさんのコンシーラーを使います。目頭とか目の下に塗るようにしてます。そしたらパウダーを塗っていくんですけど、パウダーはバニラ粉。これはもう本当おすすめの、なんかもうサラッサーになる。夏になっての匂いがきつい男性が多すぎる。匂いはエチケットです。わかる。なるほど。ああ、もうやだやだ。わかる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 。でもさ、頑張んねえやついない？ああ、なんかケアを、うん、例えばお風呂にあんまり入らないとか、歯を磨かないとか。でさ、歯磨かないやつほんと嫌いなの。でうちさ、めっちゃ歯磨くのよ、うん、でさ、歯ってさ、結構地味に頑張ってない人多くない？うん。だから8時間ぐらい外出るってなったら、いつもその男の人いなくても歯ブラシ持参してます。あ、そうなんだ。そう、それはすごい。シェーディングは最近やってる。なんか顔のちっちゃい子でもシェーディングをしてるっていう事実が発覚したので、ちょっと私も頑張んないとと思ってシェーディングを結構入れてますね。この顎下のここ、でもここに影があるとシュッて見えるから、これは最近はやっています。あとね、なんかせいせいがこの頭らへんにもシェーディングしてたので真似してます。はい、ではお鼻のノーズシャドウ、めちゃめちゃいい、ジュディードールのこのやつ。この色を使っていつもシェーディングをしてます。こっちの2つハイライトで、こっちの色はあんま使ってないですね。ねえ、待って、めっちゃ嫌なやつ見つけた。全部俺が出してるのに女が家事しない。あ、男性からも募集しました、今回。やばい、待って、モラハラを感じる。すいません。失礼します。すいません。この質問送ってくれた人ありがとうございます。まあでも思っちゃう気持ちもわかるよ。俺がやってあげてるんだからこうしてよみたいなのを
やっぱね、人間関係って思わない方がいいと思う。なんかこういう人って子供が生まれてからもこういう考えをするんだと思うの。俺が毎日働いてるから土日はゆっくりさせろ、子育てはお前がしろ、こういう考えはなんか本当に良くない。なんかもうこういう考えの人がいるから今結婚はあんまりみんなしないんですよ。女性も働いて一人で稼いでる時代、こういう男がいっぱいいるからです。確かに。そういう女の人になりたくないから私は絶対に自分で稼ごうと思って仕事を始めたんですけど、そう、女の人がさ、めちゃめちゃ、じゃあその人がね、女の人が主婦で、じゃあ趣味で始めたインスタグラム、お料理インスタグラムとかで普通に稼ぐようになって、じゃあなんか私別にお金あるからいいよみたいな言ったらできんのみたいな。本当にで、この付き合いしてる彼女さんに拍手ですよ。うん、毎日お疲れ様です。別れてもいいんだよ。別れてもいいんだよ、そういう人は。はい、ではハイライトですね。ハイライトは変わらずツイッターでもバズってたこちらを使っていきます。誰にでも優しい。でも私がなんか最近一個キュンキュンした話があって、なんか普通にさ、私の友達、女友達とかも仲いい共通の男の人がいるの。私の友達とかには呼び捨てなのよ、なんとかなんとかみたいな言うんだけど、私に対してだけももちゃんとか、なんだ、絶対呼び捨てで呼ばない。なんかちょっと差別化があって嬉しいなって思ったんだけど、喧嘩とかしてる時もももちゃんがさーとか言うから、なんか可愛く聞こえる。なんか優しく聞こえる。おい、ももげっせーっていうのってさ、ももちゃんげっせーっていうのも全然違うじゃん。なんかそういう差別って欲しいよね。でも LINE に対して優しい人は割と好きかも。なんか店員さんとかにやっぱヤバい人いるじゃん。チーク 3CE の可愛いのがある。本校は見たくないのに見せられた。かわいい、いいじゃん。うわーとか言ってやりたかったの。ホラー映画見に行ったことがあるんですよ、男性と。ずっと手繋がれてさ、うん、まあ、それはいいのよ別に、うん、なんか、まあ、デートって言ってるし、うん、なんか全然集中してないの、うん、怖いのに対して。で、私もさ結構ビビリだから怖いの大好きだけど、うわーとか言うの、もうそれに対していちいち話してかわいいみたいな。うわーって言ってもこっちもさ結構気遣いだからさ、うわーって言ったら、うわーびっくりしたーとか言うの。うちも一応やるんだ。一応やるのよ。なんか一応やってんの。それやるからやられる。そうだよ。で、音信不通みたいなこと私ほんと多い。多分ね、なんかデートをした男性からしたらなんか手応えあんのよ多分。なんだけど、うちからしたら、うわーなんかめっちゃ気遣ったとか、なんか楽しかったとか、後から来たら、うん、だろうなって思うの、いつも。それってそういうとこなんと思う。私のこう悪いとこなんだけど、それ勘違いしますよ。だよね、うん、はい、では眉毛はルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト、こちらを使います。ホテル代割り勘されたこと、はい、ケチとかめっちゃ来てますね。ケチめっちゃ来てる。落とすとか、なんかなんだろう、男性はやっぱさカッコつけてて、あ、そうそう、ひみかちゃんがあざとくてごめんなさいみたいな番組で言ったんだけど、うんうん、おごってほしいとかおごってほしくないとか、お金のことじゃなくてカッコつけたいと思ってくれてないのが嫌だみたいなのめっちゃ、もうそれと思って。わかるわかる。なんかやっぱカッコつけてほしいよね。カッコつけてない、カッコつけてくれない人はもう恋愛対象から外れていいと思う。アイメイクはこちらを使っていきます。これをアイホール全体に塗ってから、これとかをなじませながら塗って、でこれは垂れ目のアイシャドウに使って、この真ん中は涙袋、これと混ぜて使ってます。あー、嫌と言ってるのに SNS で胸放り出してる系女ばっかり見てること、これ何なのかな。なんか私、彼氏できるじゃん、はい、でその時になんかまあフォローしてる子がね、サイバージャパンの方が多かったんですよ。で私さ、そうサイバージャパンさ、そう美しいじゃん、エロいしなんか綺麗だし、ちゃんと筋肉もついてるじゃんみんな。確かに美しいんだけど、私の10代の時の元彼もめちゃくちゃサイバージャパンダンサーズが大好きで、複雑な気持ちだよね。推し活いいんだけど、だったら AKB とかでよくないみたいな、こう10代の時だからだったらさ、もうアイドルでよくないみたいな。そのパッて画面見える時あるじゃん、うんうんうん、
もう肌色が多いとやっぱもう黒だもん。肌色が多いとやっぱね信用できない。布の面積がちっちゃいとアウト。そう、ギャルの時にアプローチしてきたくせに両思いになった途端清楚にならないと付き合わないとか言われた。いる、待って、なんかいたわ昔そういうの。私当時っていうか昔結構ギャルだったからいたんですよ、清楚好きなのにすごい来るみたいな、でなんか俺は清楚が好きみたいななんか言ってくる人いたんだけど、こっち女の子だからさやっぱ合わせちゃうじゃん、うん、何なんか何行動してほしいの自分の好きなタイプに。なんだ、俺は清楚の女が好きなんだよってギャルに言うわけでしょ、うん、だからそれで、え、なんでよみたいなとか、え、じゃあ清楚じゃない私はダメなのみたいなこと言わせたいんですよ。え、キモ、え、その何測ってるんですよ。なるほどね、ここって振り回してくるもんなのよ。もう女の子は10代の後半から20代前半にかけて恋愛の予防接種をしていっぱい強くなっていい人と結婚するの。じゃあ何でも自分の思い通りになる相手と相手ばっかと付き合ったらつまんないじゃん。やっぱね、もう振り回される経験も大事だし、それでちぐはぐなことを言ってくる人も大事。では、涙袋にこちらをさっき塗ったので、キラキラのアイホールのちょっとラメはこちらにしてます、ね、最近。フーミーのシングルラメシャドウ。これなんかね、三上洋ちゃんが使ってたのかな、なんかで見て買いました。アイラインとマスカラですね。これも変わらず。アイラインは結構なんでもいいんですけど。貧乳だよねって言われた。うせぇ。私の元から18センチあったわ、みたいな。どうでしょう。どうでしょう。この言い返し。おっぱいのさ大きさに対してさ言ってくる人多いじゃん。こっちはさ別にさ、え、てかさおちんちんちっちゃいねとか言わないじゃん。確かに。え、女の子って別に言わなくない？うん、なんか女の言葉かさ、なんかこうパッて本人に言ってさ、こっちは結構根に持って傷つくわけよ。うん、普通に家帰った後とかもね、めっちゃ考えるの。だから女の子に対してそういう体のことは言わない。その痩せたって痩せすぎ、うん、太りすぎって言ってくる男性が多すぎる。っていうのも来てたんですよ。マジでムカつく。女ばっかさ言ってくんじゃねえよ。こっちもさ頑張ってダイエットしてさ、うん、あ、そう待って、ムカつくわ。うち痩せて、え、なんかムチムチの方が好きって言ってくる男いいじゃん。でもムチムチが好きって言ってくる男はムッツイだから。まあ、でも基本なんかさ、その紳士な人とかって女の子の体に対して言ってこないから、まずそもそも言ってこないから。言ってくる人はあんまりいい男じゃないと思う。じゃあ私も言ってやろうかって感じ。あ、もっと足長く生まれてくればよかったねとかさ。言ってやろうかって感じ、本当に。男ってそう、なんか、あんたはどうなのってなんか言い返したら言い返せない人が多い。女は見た目、男は経済力とか言うじゃん。だったら稼げよって思う。まあでもお金持ちの人でも女の子にバーバー言ってくる人嫌だけどね。私だったら嫌だ。モラルのない人は。うん。俺はこうだから受け止めろっていうくせに、私にはあれがダメこっち直せって指摘するやつ。でもなんかそういう男って本当にモラハラだと思う。怖いもん、なんかね、モラハラ味を感じる人本当に怖い。でもそういう人たちって絶対幸せになれないし、本当になんかわかんないけど、本当に今の時代なんか何でも稼げるようになったじゃん。例えば本当に思いつくの、マジ副業で稼げちゃったりとかも、女性がさ稼げる時代になってきて、 100% 俺の言うこと全部聞いてくれる、一生なんか俺が支配できるっていう風には限らないから、男性の方もちょっとモラハラっぽい人は最近減ってきたなと思うんだけど、その代わりなんかあれだよね、ちょっと弱っちい男が増えたよね。ああ。平等、男女平等でなんかっていう風に思いますね。本当に男の人って今後難しいなって思ったのが、まあ、自分で子供を産めないわけじゃん、うん、男の人って。で、お金を稼ぐしかないって言われてた男じゃん、昔。私のちっちゃい頃とかそうだったんだけど、男は稼ぐしかないみたいな。今さ、そんな話あんま聞かないじゃん。お金も持ってるし、仕事もできるし、性格も良くて、女性に対してすごい紳士でって人がこうどんどん選ばれてってるわけじゃん。うん、だったら男の人でも難しくないと思って。いやでも僕それももさんの意見すっごい賛成なんですけど、うん、要はスペックの高い男性と女性が結ばれていくことはもちろんあっていくんですよ、うん、けどモラハラでもいいからみたいな女性もやっぱ世の中にいるんですよ。そうじゃないと生きていけない人たちも多分世の中に分断していくんじゃないですか。なるほどね、はい、だからなんだろう、すごい本当に生きるのがストレスとかだったら、今の時代何でもなんかこう
できるから、本当に辛い人もいると思うのよ、まあ、世の中いっぱいいろんな形があって、見返してやろうぜアイムミミのこちらのティントのリップを使っていきます。これは CG08 番、これ暗めの色私好きなんで。俺は逆に全部許してしまう、良くも悪くも治らない癖。結婚してください、結婚してください、お願いします。やっぱね、心の広い男性大好き、はい、お肉プニプニ触ってくる、うん、えいいじゃん、なんかなんかいいよ、なんかそれ もうあなたのこと大好きなんと思う、うん、のけ好きな相手のお肉ってさ、めっちゃプニプニしたくなんない？なるなるよね、うん、なんかでもなんかあの可愛いとか言って、うん、お腹とか二の腕とか触ってくる人、うん、相当自分のこと好きだなと思いますね、うん、触られなくなった時の方が危険ですよね。そうだよ、本当に男性なんて分かりやすいよねはい、ということで完成しました。テーマ夏のバクビなんですけど、どうでしょうか。眩しい、眩しいよね、前髪すごい、なんか眩しいよね、やばい眩しいよね、ほんとやめて32ミリのコテで巻いて、最近前髪を薄くしようと頑張って伸ばしてるので自分でセットしてみたんですけど、薄い前髪はやっぱね、ちょっとセットが難しい、まだ慣れてない、今日はいっぱい怒ってきたんですけど、皆さん共感するところがあったらぜひコメントにお願いします。メイクもぜひ参考にしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。